はい、皆さんこんにちは、モフリコことパピネンです。今日は2019年4月のラクシーの中身のご紹介です。今月はまあまあいい中身でした。個人的にはこのオペラのリップグロス、これが良かったですね。では、そんな今月いつものようにサクサク参りたいと思います。はい、ではまずは、ベキュアスパのエッセンスマスク7枚入り702円の、これ商品ですね。これがですね、オーガニックコットン 100% ということで、ここにも書いてあるし、でここにも日本製素材使用とすごくこう記載されているのが印象的なこのパケでした。で成分の方がですね、ここにあるんですが、見えるかな、これがね、ここに7種の米由来成分配合とあるんですが、この米由来成分がここの上のここに記載されてます。これなかなか好印象やなと思いましたね。で、あとここ美容液が 125ml、 これもなかなかいい、1枚って言ったら 17-18ml なんで、これもポイント高いですね。で中身の方がこんな感じで、まあ、7枚セットで入ってます。で美容液の方も結構見えるかな、入ってるんで、なかなかちょっと使ってみたくなるそんなマスクと思います。なかなかいいもん来たなという感じですね。はい、そして次がコトラボの練り香水1080円の、これ商品です。でこれがですね、ここのこれを見ますと、こんだけあって、この中のどれか一つが来るということで、我が家に来たのがこれです。でこれがですね、まあ練り香水でどんなやつかと思ってみたら、成分がここなんですが、もう本当に単純な練り香水というやつです。ミネラルオイル、普通のオイルに、シアバターと香料を入れて、それを蜜蝋で固めたという、もう単純な、本当に単純な商品です。でこれちょっと楽天のショップの方見に行ってみたんですが、写真載ってました、なんか職人さんみたい な, なんか方がね、1個ずつ手作業でこれ作られてたんですね。それでまあ逆にそれを見て、あ、日本人の方がこれ1個ずつ作ってるんだなと思いまして、まあ逆に安全だなとも思った、商品です。ただ香りがちょっとチューインガムみたいな感じがしました。でも物はいいと思うんで、ちょっと気分転換とかそういう時に、使えそうであれば使ってみようかなと、そんな風に思った商品です。はい、そして次がこれ、ボタニカルのオールインワンゲル 180g 2333円の、これ現品というか商品ですね。これがね、このまずこの容器を見てね、あ、最近この容器すごく多いなと思いましたね。多いですよね。でこの容器結構エコで、個人的にはまあいいなと思うんですが、こういう容器やとね、逆に安いかと思ったら、それが2333円ってちょっとびっくりしたっていうのがこれまずあります。ほんでこれ書いてあったんがね、98% が天然成分とあって、まあここを見たらね、まあ確かにこれ天然成分や思います、思いますけど、どう言うたらええのかな、なんかなんていうの、機材みたいな成分になんか何の効果もない加水分解のヒアルロン酸とかエラスチンとか入れて、それにオリーブオイルとか入れて作ったみたいな感じがして、これ2333円出すんやったら、もうちょっとまともなもんが買えるなとも思った、そういう商品ですね。非常に微妙な商品です。別に使っても悪くはないよ。ただこれに2333円の価値があるか言うたら、私には見出せないなみたいな、そんなやつです。は
い、そして次が、オペラのシアリップカラー1200円というやつです。これですね。でこれまあこんな形状なんでちょっと口紅とか思って色味もすごく赤いし最初ちょっと引いたんですが、これがあのグロスなんですね。ここにもグロスってあるし、ここにも出しすぎると戻りませんってあるし、でこことかにも何美しく均一に伸びるってあるんでね、あ使えそうだなと思ってちょっとこれ使ってみたら結構すごく良くて、これの後にこれ使ったらさらに良くて、あすごくこれいいやつ来たなと思った、そんなこれ口紅です。はい、そして最後がこれ、クリスタルドロップリップグロス951円というやつです。これですね。これあのさっきも言いましたがこれの後に使うとすごくいい。でちなみにこれあの見えるかな、ここあるんですが台湾製なんですね。で成分の方もちょっと心配なんで見てみたんですが、あの問題ないと思います。あの何ていうの、普通のパラフィンっていうやつに各種オイル入れて、ほんでその何ていうのちょっとキラキラするようなやつを入れて作ったみたいな、すごくこれシンプル成分でいいんちゃいます。これちょっとええもん来たなと思いました。はい、ではグロスを、ちょっと臭くしないための裏技です。グロスですがこの先っちょね使っていくうちにだんだん臭くなっていくんです。それを防ぐためにはですね、あの使ったら一辺ティッシュにちょっとこんな風に押さえます。押さえてから直します。これですね、これをするだけで本当にあの臭くなくなります。お試しください。はい、さらなる詳細は下にリンク貼っておきますんで、また覗いてやってください。今日は2019年4月のラクシーの中身のご紹介でした。